はい、それでは時間になりましたので、二千十九論文本試験を切るを始めさせていただきます。民法を担当いたします、レクセン委員講師の豊岡です。どうかよろしくお願いいたします。で、それからですね、今回、論文本試験を受験なさいました。全国の受験者の皆様、本当にお疲れ様でした。本当にね、暑くて大変だったと思います。で、まだ皆さんの中にもね、まだなんか疲れが抜けないんだって方もね、いらっしゃるかと思います。ぜひね、この後、疲れをしっかり取りつつ、まあ、今回受けた論文本試験につきましてはね。 まあ今日のこのキルを参考にねご自分でまたいろいろ対応を考えていってくださいよろしくお願いいたしますで早速民法の中身に入ってまいりますけどもそうですねまず第一印象を申し上げますとまあほぼほぼレベル的には去年と同じぐらいだったかなという感じですねだいたいレベル的には去年と同じぐらいでやっぱりあのメイン論点のほとんどがレックから出している高架金民法から出ました。 ね、メイン論点ほとんどがやっぱりまた甲賀県民法から出たっていう、ね、これもやっぱり今年の特徴かなとですから甲賀県をしっかり勉強なさってた方はね特に何を変えたらいいのかなって悩むことはほとんどなかったんじゃないのかなと思いますでもその一方でねまたこの後ちょっと見ていきますけども典型論点とは言われてない部分についてもちょこちょこ受験生の皆さんのね理解を試すような問題が 設定されてるんですよ。ね、まあ、なんていうんですかね、うん、なんかし仕掛けってほどでもないですけどね、そういうのはちょこちょこ入ってますんで、そういうのもね、この後ちょっと見ていきたいと思います。ではですね、早速こちらのレジュメの方をご覧ください。えー、論文本試験を切る教養科目ですね。こちらのレジュメちょっとね、ご用意ください。で、ちょっとページをめくっていただきますと、まず民法ですね。こちらおいしょ。一問目が 上がってますもう皆さんね、ある意味あんまりもう見たくないなって感じの問題かもしれませんけども、まずこの1問目なんですけどね、説問1ですね、説問1のところ、ちょっと見ていただきたいんですけど、皆さん、これ、お気づきになりましたかね、これ、解消ちょっとね、赤ペンで大きく、ここですね、説問1の末尾です。 上記事実のもとで、えー、残代金支払い移転登記までの間に A が B との売買契約を解消するための手段としてどのようなものがあるかについて論じなさいということで、ね、これ解除とは言ってないんですよ解消というちょっと膨らました言い方ですでさらにはこちら、手段を聞いているんですよ。ね どんな手段皆さん、思いつきますかということで、ね、思いつくものをとりあえずとりあえず並べてみなさいとこれが一応、死刑囚の趣旨です。いいで,すね、で、そのあとその手段が認められるかどうかというのは二の次なんですよですから認められるかどうか問わずとりあえず思いつく解消の手段これをまず挙げてほしかったんですねでちょっと続けますとその手段ですね、ちょっと回答例の方早速見ていきたいんですけども こちら五ページですね。ちょっとご覧ください。こちらに回答例ね上がってます。でまず絶対に外しちゃいけないのがこれ外したらもう点数つかないですよ。まず手付解除五百五十七条これ皆さん書きましたね。大丈夫ね。でさらにはちょっと下降りてっていただきますと今度縦二のその他の手段のとかですねねでここで一応を 合意解除とあと3番目がしょ債務不履行解除とりあえずこの3つは上げてほしかったかなという感じですね一応3つ、ね、手付け解除これも条文上がってますからこれはもう外したら点数つかないと思ってくださいいいですねであとね2つ目が合意解除。 これは解除ですけども厳密にいくと契約です、ね、解除契約という言い方もします、ね、ただこれは当然相手方の承諾がなければ、ね、成立しませんからあまり実効性がないで加えて3番目の債務不履行解除ですねこれは結論ね結局これ B には債務不履行がありませんから債務不履行解除はできないという結論になりますでもさっき申しましたようにね 出題者はとりあえず手段を上げなさいということを言っているわけですからとりあえず上げるその上で認める、認めない、ね、それは二の次の話ということでとりあえず3つでこの中でもやっぱりね何回も言いますけど、徹底開示ですねこれはもう絶対外しちゃいけないでこれについてはねレックから出している公家機民法に、ね、論点の論書もばっちり上がっていますで何を書くかっていうとよいしょここですね 本件が、まず1つ目当事者の一方がで2つ目、履行に着手したに当たるかと。当たってしまうと手付解除はできないんだったいいですねでまず当事者の一方の解釈については次の括弧2のところでねこれのっけてあります当事者の一方とはねこれ判例ですよ。解除権講師の相手方を言うんだとね文言上は一方となっていますけどね。 これれ限定されます介助権行使の相手方に限定されるんだ、これ皆さんお書きになりましたねで。理由としてはここに上がっている程度のもので OK です。557条1項の趣旨、ね、これは契約の立候補に着手した者が不足の損害を受けないようにする点、ね、にあるんだとでそうだとすれば自ら立候補に着手した者が、ね、手付け解除すること自体は別に、ね、禁止してないでしょうということで、ね、この辺を理由付けにお書きになればよろしいかなと。 で最後、当然三段論法の最後、当てはめです、ね。この場合 A によって解除権を行使する相手方は B なので、ね、本件では B を指すよということで、ね、きちんと当てはめを書いてください。でさらに今度二つ目の論点ですね、履行に着手の意義これも最高裁の判例がありました。ね、でこれについては一応、ね、意義は最高裁の判例は、ね、一応、意義は二つ挙げているんですけれどもこれね、一応一つ。 1> 1つ書けれれば十分ですこれね客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部ねをなすことを言うということでねあともう1つがねあの履行の提供するために書くことのできない前提行為した場合ねいうふうに一応2つ挙げてますけどもこの後の当てはめとかを考えてね1つでも十分です、ね。 これどちらか一方に該当すれば立候に着手ねこれは最高裁の判例が認めてますんででこれも丁寧に最後ね当てはめ三段論法の最後当てはめをしてくださいねするとこれねあ一応理由ですね理由についてもこんな感じで結構です単なるね準備行為単なる立候の準備ねをしているだけではねこれ解除によって不利益を被るとは言えないからだということでこんなね簡潔な理由でオッケーですで当てはめですね B は未だ 残代金の支払いをしていないので客観的に外部から認識集団の形で履行行為の一望をなしたとは言えないとしたがって履行に着手したに当たらないんだで最終的な結論それが括弧 4A は557条1項により400万円を償還売額を償還して売り主ですからねで本件売買契約を解除することによりねこの解消することができると。 こんな形で書いていただければとりあえず、設問1はよろしいかなとであと残り2つ、3つ、ね、一応、手段は上がってますけども、ね、ここに上がっている程度のこと、ね、あの書いていただければよろしいかと思いますで3番目の手段の債務不履行解除についてはさっきも言いましたけども、ね、B はなんだ債務不履行してませんので最終的には当然これは否定をしてください,い,いです、ね、で次、今度は設問の2の方に参りますでこれ、ね、ちょっと問題文の方戻ります。けども 1>, おいしょ1ページですね、こちら。で、括弧2なんですけれども、これ、こちらは明確に試験委員が契約の解除、ね、A は C との売買契約を解除できますかと、明確に解除の可否を聞いてますので、ね、しっかりとこの解除に軸を据えて論じてください。で、まずは1つ目、皆さん、何をお書きになりましたこれ 問の方やっぱり手付け解除は書いてほしいんですよ手付け解除は書いてほしいで論証については説問一をね使って、ね、もう丁寧に当てはめていただければよろしいかなと思います手付け解除は書いてほしいちょっと回答例戻りますよいしょでこちらですね手付け解除これもちょっと印を付けておくとねまずこれは書いてほしいんですよです、ね、ただこちらについてはね こうですで、ね、に、買い主 C は9月1日に残代金のうち、ね、1100万を A に支払っているとしたがってさっき説明を一で立てた規範介助犬講師の相手方である C が客観的に外部から認識終了の形で履行行為の一部をなしたと、ね、言えるということで当事者の一方が履行に着手したに当たると。 で結論は手付解除はできませんとこれは回答、C、です皆さん書きましたかねでねあと問題が次なんですよこれ私ね当日回答速報ですね3日目の出であの配るために回答速報を大急ぎで作ったんですけどその時にすごく悩んだんですよで次の手段が債務不履行解除皆さんこれお書きになりました541条です541条でこれはね 正直言うと鑑定士の受験生の皆さんに正確な論証を求めるのはこれはきついなと司法試験あるいは最低限司法書士クラスの勉強してないと正確な論証を書けませんこれは皆さん後で回答例ご覧になってみてください、ね、そういうのを鑑定士の民法で今回聞いてきたというのはちょっと私の中では意外な感じを受けましたででもその一方で これちょっと次の回答で見てほしいんですよ、6ページです、これちょっと見ていっていただきますと、これ、正確にね、この債務不履行解除を処理するためには、うんとね、こちらですね、ここちょっと真ん中辺わ分かりますかね、493条に触れないと、実は正確な論証ができないんですよ、これ、でこれ鑑定士の民法で正直言ってやらないんですよ。 ここまで突っ込んで聞いてきた去問もほとんどありませんですから、さっき、ね、司法試験か司法書士レベルの勉強してないと難しいですよって申し上げたそれがこの、ね、理由なんですよじゃあ、この条文が今回問題文に上がっているかというと上がってなかったんですよ、これ493条ですそれで私、ものすごい悩んだんですよ。 当日ね本試験、これ中野に戻って本社に戻って3日目で配る回答速報を一生懸命作ったんですけどどう見ても493条触れなければ回答を書けないでもその一方で条文は上がってないんですよでこれまさに去年の本試験の逆バージョンです去年2018年の時はね書かなくていい96条が上がってたんですよ詐欺取り消し受けた方はお別れだと思いますねでも結論からいくと詐欺取り消し書く必要なかった 去年の2018年の逆バージョンです、今年は書かなきゃいけないのに必要な条文が上がってないという、ね、それで私、すごい苦しんでううんなって、ね、本当にね、最後、どうしようと思ったんですけど、でもやっぱりここはね、正確な論書を皆さんに提供すべきだろうということで、あえてちょっとね、細かすぎるよという批判をね、ちょっと覚悟の上で、ご覧のような回答例書きました、でも、こんなとこまでね、書ける人いませんよ。 だから結論から言うと全いい、全然心配したくていい、い全然心配したくて。いで、一問目をまとめますといいですか、一問目をまとめると。もう一回書いてる、戻りますよ。よいしょ。まず、設問一で手付解除、これは当然書いてください。で、論点二つ。当事者の一方の解釈と、履行に着手の解釈。ね、当然最後の、あ、だめも丁寧にやってください。で、あとさらには、ね、できれば。 一応、ね、手段を聞いてますから合意解除あるいはこの債務不履行解除のどちらかに触れておかれればとりあえず、質問1は OK かなとでさらに、次の質、ね、問2ですけども手付解除は書いてください結論としては否定するんだけどやっぱりこれも書いてくださいその上でこの2つ目この541条の債務不履行解除これについてもとりあえず、ね、ちょっと下見てくださいね。 これ一応、要件を立てて、ね、もう作文倫理です作文倫でこの要件3つを当てはめて、ね、一応認められるという形で処理していただければ、ね、とりあえず丸はつくであろうと思いますでこの541条の債務不履行解除の要件です3つありますで、これはレックから出している合格基礎的数にバッチリ載っていますだから知らないよという神戸になりたちません。 もっと言うならばこの3つの要件は私がいつも言っているように条文の要件は困ったら条文見てくださいねって言っているでしょ全部条文に載っているんですよでちょっと確認しますよまず1つ目当事者の一方がその債務を履行しないこれは履行地帯を指していますで2つ目相当相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をしたこと2つ目 で3つ目、その期間内に結局、履行がなされなかった条文を見てください、541条です今、私が申し上げた要件全部載ってるんですよだから仮に条文の要件忘れたとしてもね、この私いつも講座の中で申し上げましたよね、皆さんにね忘れたら参考条文を見てくださいとね。 学者も最高裁の判事も必ず条文からスタートするんですよだから困ったら悩んだら条文に立ち返るってことそうすればとりあえず今回541条の3つの要件は引っ張れるあとは作文です作文でね皆さん作文得意でしょ、ね、一応履行期から、ね、次の履、ね、行まで約2週間の猶予をもらってますんで一応相当の期間 定めて催告したっていう当てはみは難しくないと思う。で最終的にそれでもね。飼い主は履行しなかったってことだから。要件三つを作文で埋めるのは難しくないと思います。一応そのところですね。では次、今度えっ、ー、と。二問目ですね。いきましょう。こちらは。まだちょっと書きやすかったんじゃないのかなと思います。レジュメの七ページですね。こちら。いかがでしょう。で。 まず説問1ですけどもこれねうちの講座ね利用されてた方はね問題文を読み進めてうちいくうちにねあれ豊川先生が言った論点そのまんまじゃないかなところが最後、でちょっとがっくりしましたけど、ね、これ物件的請求権の相手方を聞いてるんだけども本文は残念ながら登記名義人ではなくて、ね、建物の所有者である C に対して、ね。 これ建物宗教土地開けたい請求ができますかっていうちょっとがっがかりしましまたね私もがっかりしてあなんだどんずばじゃんと思ったら最後で、ちょっっとがっかりしましまたでもこれはある意味一番原理原則なんですよだって建物の所有者なんだもん当然防火排除請求できますよただ、その時にこれもいつも口座の中で申し上げていることですけどもね当然請求できるという結論だけじゃなくて一言でいいから必ず理由をつけてほしいんですよ。 こうこうこういう理由で。ね、妨害排除、建物宗教土地割り請求できる。で、理由としてはね、これもちょっと回答例見ていただきたいんですけども。えっ、ー、と、十一ページですね、十一ページいしょ。こちら。で、ここの、えっ、ー、と、縦三のとこですね。えっ、ー、と、第二段落です。この点というとこ、ちょっと見てください。一応、この物件的請求権の趣旨ですね。この辺から。 こんな形でちょっとアンダライン3箇所引きましたね。こんな形で書いていただければ十分な理由になりますんでね。ま、ちょっと残念でしたけどね。で、おそらくこの2問目このね物件的請求権出ました。相手方を聞くね。一応問題出ました。で、これはおそらくというか、まず間違いなく、新しい試験員の伊藤先生であろうと思いますね。これも私いろんなところでお話してきましたけど、伊藤先生、非常に所有権がお好きです。 で加えていわゆる空き家問題、今、全国的に空き家問題というのが大きな社会問題になっていてこの空き家問題に関していろんなところで講演されている先生なんですよで、私の中で所有権でプラス空き家ときたらここにどうしても結びついたんですよ、物件的請求権の相手方だから私は今年、試験員が発表された後絶対これ出るよっていろところで言い続けてきたでしょ。 実際公開もしても出したしいろんなところで出しましたただ、最後ちょっとね、ちょっと本当なんで C なのっていう感じはちょっとしましたけどね。あと、次ですね、今度、説問の2の方ですけどもこれは自効取得でしたでこれもちょっと私、意外だったのが皆さんも、ね、答案を気書きになっててあれ、自己完成後の第三者聞いてるじゃんと、ね、これ実は2年前の本試験でも聞いてるんですよ。 それをまた2年後の今回聞いてきたということで私も驚いたんですけども、ね、皆さんも驚かれたんじゃないのかなと思いましたでこのおそらくこの2問目伊藤先生だと思うんですけども伊藤先生が、ねまあ、今後、試験委員をお続けになる限りは、ね、今回みたいなことをまた起こり得ますからだからもう直近で出たからもあの論点やらなくていいなとは思わないようにしてくださいで内容的にはもう全然難しくないはずですこれ、ね、ただこれ問題文ずっと見てきますとね ちょっと7ページ戻っていただきたいんですけどもここちらこれ問題文、説問の2なんですけども2行目、自らの土地であると信じってことでここで善意です、取得事項の善意要件の1つである善意、ね、これをうかがわせる事情が上がっているでも、もう1つの無価値をうかがわせる事情が上がっていない。 この取得事項に関しては162条の1項でいくのか2項でいくのか2項の短期取得事項であれば善意無過失が要件だったところが問題文を見ると善意としか書いてないそこで、裏のページこの186条の推定規定を見としいんですよそうすると善意は推定されていますところがもう一つの無過失は推定してないんですよ であれば、どうやって答案書くかっていうと。私はやっぱりこれが一番自然だと思います。十一ページもう一回お戻りください。D. に過失がない場合と。ね。で、次。D. に過失がある場合。これで二分して書いていかれるのが一番。座りがよろしいかなと思います。で、この時にですね。あつやちょっと。 ね、ちょっと時間ですのでちょっと具体的な要件の当てはめは、ね、あとで回答で見ていただきたいんですけどもやっぱり要件をきちんと162条1項にしても2項にしてもねやっぱり要件を立てて当てはめるという作業明らかに本文聞いてるんですよ。聞いてんの、ね、ですからその辺をぜひ丁寧にやった上で最終的には皆さんご存知の時、ね、効完成後の第三者。ね これ設問1の方ですね。設問1っていうかごめんなさい。この d に過失がない場合ですね。こちらでもう一つがね。自己完成前の第三者、これが d に過失がある場合ね。これともに典型論点で両方とも効果け民法に上がってますんでで、ね、この辺の論者は皆さん苦労はなさらなかったと思います。一応ね。まあ、まさか自己完成後の第三者が続けて聞いてくると思ってないにしてもね。これ必ず。 ね、民法を勉強するときには学習する典型論点ですから全く書けなかったという方はいなかったんじゃないのかなと思います、ね、その意味でこの「設問の2」の方ですねこちらについてはそんなに、ね、あの苦労しなかったですからきちんとした隙のない論証を、ね、あの書いてないとちょっと点差をつけられてしまうかなそんな問題じゃないかと思いますじゃあ時間ですので終わります はい、皆さんこんこにちははレックセン講師森田隆一でですそれでは私の方からです、ね、経済学と会計学を解説させていただきますが私の方からお伝えしたいのは2点でありましてまず皆さんが何を書けばよかったのかというところですねそれからどれだけレックが当たったのかなというのをお話しできたらなというふうに思っておりましてまず早速なんですけれども画面ですねこちらになりますが。 17ページなんですけども、経済学のまずミクロ経済学なんですが、こちらはですねおそらく今年ですね試験員に加わったですね19ページにちょっと色つけておきましたけども、栗野先生ですね。 えー、栗野先生という方がですね出題されたのではないかなということでありまして、えーまあ、消費者あないしは一般均衡、えー、それから制度設計という分野からということでありますが、まあ、多くの問題は消費者の知識で解けるかなというところなんですけども、まあ、ただですね、えー、難しい問題がちょっと入っておりましてですね 一一個一個ちょっと上から見ていきますが17ページですね、えー、まずう雇用関数が与えられておりますけれども MIN という、ねえー、民間数。 あるいはミニマム関数というふうに言いますけれどもまあ注意書きがされているんですけれども非常にですねこの注意書き読んでもなかなかですね本試験の緊張しているような状況ではえ意味が分かりませんからまあこちらですねまあ例えば、この民間数が関係しているのは丸2番ですけど丸2番はもうできなくても構いませんえそれからそれに関係しているのが丸6番ですね。 こちらもできなくてもいいかなっていうふうに思いますね。できなくても合格点取れるかなと。ではどこが取れなければいけなかったのかなっていうと、まず丸一番ですね。 えー、丸一番はぜひともおできてほしいお話でありまして、えー、指摘罪の定義ということでありますので、まあ、公共罪の定義の逆ですよね競合性と排除性ということでありまして、まあ、その二要件が満たされる罪であるというところを示していただければいいかなということで、まあ、こちらはぜひともで,す、ね、できてほしいお話になりますね。 頑張って半分ぐらいちょっと取っていただきたかったかなというふうに思っておりますそのうちの一つがまず、丸一番になりますね、指摘依これを答えると、で一方でほかに取らなければいけない問題はというと、この丸三番ですね、丸三番は個人 B の無差別曲線の例を一つだけで図示しなさいということでありまして個人 B の公用関数というのは UB イコールということで、これ、通常の公、ね、用関数なんですね。 ですから通常の紅用関数なのでこちらはです、ね、原点に対して凸型の紅用関数を描けばよかったということで、まあ、通常の紅用関数原点に対して凸型の紅用関数これを描けばいいということで、まあ、こちらは書いていてほしですかねで一方、4・5になりますが無差別曲線に対してということになるわけなんですけども4・5はです、ね、予算制約線ですがこちらもで,す、ね、ちょっとできてほしい問題ですね。4, ですね、えー、予算制約線 どういうふうに予算制約線を組み立てればよかったのかなというとまずレックで,です、ね、総ざらいを、ね、やってた方は、まあ、ちょっとそれに近い問題をやってたんですけれども、まあ、例えばです、ね、総ざらいの30ページに載ってますけどね30ページの必修論点総ざらいの下の方ですね問題2のです、ね、この括弧1番で,です、ね、同じような問題をやってたんですね。 総ざらいの30ページの括1番でやってたんですけども、ではどういうふうに解けばいいのかなというと、ちょっと私、さっき書き込んじゃったんですけども、ちょっと写しておきますんでね、後でメモりたい方はメモっていただければと思いますが、予算制約線ですね、予算制約線というのは、左辺に消費額が来ますよね、消費額が。今回、X 財と Y 財ということですから、X 財の消費額と Y 財の消費額が、例えば左辺に来ると。 ね、X 財の消費額っていうのは価格かける X 財の価格かける X 財の消費量ですよね。それが X 財の消費額。で Y 財の消費額っていうのはもちろん Y 財の価格に Y 財の消費量を掛け算したものであると。でそれが予算制約式っていうのはイコール予算 M であると。で今回予算 M というのはね 2Px プラス 4Py になるんですね。 ここのところがちゃんとできたかどうかですね、予算 M というのが 2PX プラス 4Y になるとでどうして 2PX プラス 4Y になるのかというとこの個人 A はですね初期にですね一方で Y 材を4個持ってるということでこれ全部売ったらお金になるじゃないですか全部売っ払ったらお金になりますから X 材と Y 材を全部売ったらいくら手に入るのかなっていうのを考えていただいてそれがまさに所得になると。 で X 材2個持ってますじゃあ X 材の価格はっていうと X 剤の価格は P、X、ですよねここに書いてます。で Y 材の価格は PY ということですから X 材を2個持っててそれが1個 PX なんですから 2PX、ね。Y 材を4個持っててそれが Y 材の価格が PY ですから。 4PY、ね、これ、売却したらそれが所得になりますから所得がまさに 2PX プラス 4PY になるということで、まあ、このようにですね予算制約式をですね組み立てていただきたかったかなということで丸、まあ、3番、このように予算制約式を組み立てていただきまして丸4番も同じようにね組み立てていただければいいかなということでありまして丸4、えー、丸5予算制約式ですねここはちょっとかけてほしかったかなというところでありますね。 でそれから丸六番これは L 字型の公用関数を使った需要量の問題ですからこれはもうちょっと難しいということでこれはもうできなくても構わないかなというふうに思いますね丸六番はできなくても構いませんバツで結構ですで丸七番はこれは実はですねちょっとやってるんですよねでどこでやったのかっていうとまあかなりここは結構練習したところでありまして。 まあ例えば必修論点総ざらい30ページちょっと見ていただければと思いますけど30ページのところでですね必修論点総ざらい講座ということでありましてえ例えば、括弧5番、括弧6番、ですね需要関数を求めなさいという問題をやりました、括括弧弧番6番需要関数ですねあるいはですねえっと31ページの穴埋め計算問題を解くの括弧1番の問題なんかができれば。ですね、あのー 今回の丸7番ができたかなということでありましてですから丸7番はですねここはちょっとできてほしかったかなというふうに思いますねないしはまあちょっと部分点かなということですけどもじゃあですね、えー、っとちょっと見ていきますが22ページですかねここにちょっと、えー、メモをですね私が追加してきましたのでちょっと見ていただければと思いますけど。 括弧 1>,、えー、1の7番のところなんですけどもあの、えー、今回ね、えー、需要量を求めるということでありまして X 財と Y 財の、えー、消費者あー B のですね需要量を求める個人 B の需要量を求めるということですけどもあの需要量を求める際に、えー、2つの大切な条件式がありましたよね。用最大化条件 それから予算制約式、この2つがあってですね、この2つを満たすときの,、ね、の需要量を求めるということなんですがあ公用最大化条件というのはどういうふうに出しましたっけっというとこれですよね。公用最大化条件というのはそもそも限界代替率 MRS= ね、2財の価格比であると、MRS= 限界代替率イコール2財の価格比であるとで、限界代替率っていうのは、Y 財の限界公用分の X 財の限界公、えー、用ですね、限界代替率っていうのは、Y 財の限界公用分の X 財の限界公用、これ、総ざらいで勉強しております。じゃあ、Y 財の限界公用っていうふうにはどういうふうに出すんですかっていうと、XB です。 でなぜかというと今回個人 B の公用関数が u b イコール x b かける YB ということですからこれを Y で微分してあげると x B になりますよねでこれを X で微分してあげると YB になりますからあ分母に来ているのが Y 材の限界公用ですからしたがって分母が x B になると。分子が Y 材の限界公用ですから YB になると。 ね、y 財の価格は PY、X 財の価格は P x ということですから、この式がです、ね、公用最大化条件になりまして、それを YB について解いたものがこの式であると。で、この式が公用最大化条件で、この式をです、ね、先ほど求めた予算制約式に代入して、それで X について解けばです、ね、X 財の需要関数、需要が求まると。 X の需要が求まればですね、まあ、今のこの公用最大化条件か予算制約式に今度、X のところにこれを代入すればですね Y が求まるということでありまして、まあ、こちらはですね実は総ざらいなんかでもやってたということでありますのでここはちょっとねあの踏ん張って,でき,て、えー、できたらいいなというところでありますね。ねねただやっぱり、ね、あのー、まあ ミニマムの関数がちょっと出てですねこれはあのやっぱ本試験で見るとちょっと本当に動揺を隠せなくなっちゃうかもしれませんのでなかなかねそういった意味で動揺してちょっとなかなかここまでできなかったのかもしれませんけど一応ね解いてほしかったかなというふうに思っておりますではえー、っとですね今度は問題のねえー、っと1の括弧1の最後ですね丸8ですねこれはね三角形ですねこちらは三角形になりますね、えー 丸八番は三角形かなと、丸八番は半分できればいいかなと、半分できたらいいかなというふうに思っております。前半部分はこれできません、前半部分は L 字型の紅用関数が分かりませんから、これちょっとできないということなんですけれども、後半部分ですね、後半部分。 これ価格比率がですね3分の4というふうに与えられておりますからこの価格比率を3分の4をですね先ほど求めた予算制約式それから公用最大化条件当てはめればですね個人 B のですね需要量 X 財と Y 財の需要量が出てくるんですよ。先ほど需要関数求めましたよね で予算制約式も求めておりますそこにですねこの、えー、価格比率、価格比ですね、えー、それを求めあの入れてあげれば代入してあげれば求まったかなということですね、ただここは本当、引っ掛けですよ、これ、PX 分の PY を価格比率というふうにやってますんで、そこ気をつけていただきたいんですよね。 あの通常価格比価格比率っていうのはあの縦軸に Y 財の消費量が来ますよね無差別曲線なんか描くときにで横軸に X 財の消費量が来ますから通常価格比を考える時っていうのは P、y、分の PX になるんですよ。 だけども今回、X 材が横軸にもかかわらず PX 分の PY という価格比を持ってきているので価格比だから PY 分の PX だよねというふうに飛びついた方はちょっとここでやられちゃうということでこんなところにちょっと引っ掛けがありますのでえまあ気をつけていただきたいかなという,ふうに思いますけどここでやられちゃった方もひょ,っといるひょっとしたらいるかもしれないということですねでは、この価格比を使ったらですね実は資源,配分の資源配分が求まるということでありまして それ21ページちょっと見ていただければと思いますが予算制約式ですね、括弧1の丸五番に予算制約式がありますけれども、えー、こちらですね、Px、えー、分の Py という価格比が3分の4というふうに求まっておりますのでこの予算制約式、丸五番で求めた予算制約式を Px 分の Py について解くんですよ。 五番で求めた予算制約式を Px 分の Py について解きますとこの Px 分の Py が問題文で与えられておりますが3分の4というふうに言ってるんですよね。これが3分の4ですよというふうに言ってるんですからこの式がですねとりあえず予算制約式で未知数が2つになるわけですよ。X と Y という未知数にね。これが予算制約式です。一方で先ほど ええ、二十二ページなんですけども、あの効用最大化条件というのがありました。効用最大化条件。え、この条件式にね、PY 分の PX っていうのがここに出てきますから、ここの PY 分の PX のところにですね、さっきの価格比率を代入してあげればいいんですけども、価格比率というのがさ、あの先ほど PX 分の PY で。 画面ちょっと見ていただければと思いますけど Px 分の Py で3分の4というふうに価格比率が問題文で与えられてるんですよ。でこれを使っちゃって資源配分を求めればいいということで Px 分の Py っていうのは Py 分の Px に式を変形することができます。そしたらごめんなさいこれ4分の3ですね Py 分の Px に書き換えると4分の3ですね Px 分の Py イコール3分の4っていうことは Py 分の Px に書き換えると4分の3になりますね。 分のでこの4分の3っていうのを使ってあげて先ほどの22ページのですね公用最大化条件これを変形してあげますと yb=py イコール P y 分の px が4分の3ですから4分の 3xb っていうふうに求まるわけですよ。ね、py 分の px が4分の3であるということで公用最大化条件22ページの公用最大化条件が yb=4 イコール4分の 3xb になるんですよ。 ですから公用最大化条件で未知数2つそして予算制約式でも未知数2つということですからこの2本の、えー、方程式を連立させて解けばです、ね、X と Y が求まるということでありましてそれで求めたものがこ、えー、こちらになるわけでですよねそれで求めたものが、えー、このが22ページの下でありまして八と6と、ね、X 罪が8。 個人 B は公用最大を考えると価格比率が3分の4与えられた3分の4であれば8個消費して Y 財六6個消費するとで個人 B の数字が求まれば個人 A が求まっちゃうとで何でかというとこれ問題文ちょっと確認していただければと思いますけど、問題文、ですね、この一番上なんですけども17ページです、えー、あの個人 A は X 財を2個 Y 財を4個持っています。 で個人 B は X 財を8個 Y 財を6個持っていますしたがって個人 A はですあごめんなさい全体で考えて X 財は10個あるわけですね今2人しかいない交換経済を考えていますからで Y 財も、ね、合わせて10個しかないんですよだからこの交換経済この社会にはですね X 財10個 Y 財10個しかないということですよねですから22ページに戻っていただきまして、ね、個人 B が8個 X 財を消費するんですよ。 10個のうち8個消費するんだから残りの2個を個人 A が消費するとね一方で個人 B は6個消費するわけですよ10個あって6個消費するわけですから残りの4個を個人 A が消費するということでえ実は丸8番はちょっとねあのまあ、総ざらいなんかでやったですね。 公用最大化条件と予算制約式を使ったですね計算問題を解くということを知っておけばですね、まあ、できたのかなというふうに思いますけれども、まあ、ちょっとできてほしいという、ね、感じでありましてなかなかここまではひ,、まあ、ひょっとしたら難しいのかなというふうに思いますね。では、えっと、また17ページに戻りましてです,、ね、ですから1 3, 4, 5,、3、4、5、7ここはちょっとできてほしかったかなと、まあ、ただ7はですね えー、7はちょっと、まあ、三角がちょっとつくかななとと思いいますね、えー、ちょっとあごめんなさを、ね、は,は丸という感じですかねで8番は後半部分ですね8番はこの後半部分、まあ、できたら嬉しいなというふうに思いますで、えー、と括弧の2番ということで、えー、これは栗野先生のご専門の、まあ、精度設計メカニズムデザインということでありまして、えー、丸一番はこれ通常の問題かなというふうに思いまして ちょっとね、回答例見ていただければと思いますけど、簡潔に書いてくださいと、ね、簡潔に書いてくださいということですから、まあ、2、3行かなということで、23ページですね、ちょっと見ていただければと思いますね。 23ページまず1行目に書いてあるのがです、ねあのまあ、うん市場経済っていうのはです、ね、完全競争市場であればパレート最適が実現すると厚生経済学の第一基本定理というのがありましたけども、えー、完全競争市場であれば効率性これが満たされるとパレート最適が実現するんでね、えー、その鹿重発生しませんから。一方で 公平性の観点でいうとどうなのかなっていうと勝ち組、負け組っていうのが発生しちゃってですね勝ち組はいっぱい持ってるから消費量が多いですけども負け組は小さくなっちゃうと消費額はですね消費量がねそういう可能性が出てくるということで、まあ、そこが、まあ、つまり効率性の観点から言うと、えー、市場経済っていうのは申し分がない完全競争市場っていうのは申し分がないわけなんですけど公平性の観点で言うと、えー、勝った人がいっぱい消費しちゃって負けた人がひもじを思いしてると。 ということがあり得るということで、公平性の観点から見たらどうなの？というところですよね。まあ、そこなんですけども、ここはちょっとねできれば書いてほしいかなと。とで括弧2。かっこ3に関してはこれ三角形です。 えー、これは通常の経済学の教科書には載っていないお話ですから、えー、かっこ2、かっ3に関しては三角形つけておいていただいて、何か書けばです、ね、おそらくよっぽど変なことでなければ、部分点来るんじゃないのかなということで、まあ、これは現場思考の問題というかです、ね、えーまあ、そういうその場で考えていただいて、あまりにも変じゃなければ、まあ、ある程度の部分点が見込めるということなんでしょうかね。 まあ三角形のところ、丸のところ、いろいろちょっと振らせていただきましたけれども、合わせてですね半分ぐらい取れればいいかなというふうに思っております。ではで、今度その次でマクロ経済学なんですけれども、マクロ経済学が24ページですよね、24ページで ISLM 分析モデルということでありまして、 26ページのところにマー,クマーカー入れましたけども2行目ですね村瀬先生ですね村瀬先生がおそらく出されたということで、まあ、1年目短期の 開放経済モデル ISLNBP 分析を出されて2年目、閉鎖経済の ADS 分析が出てそして昨年、内政的成長理論という非常に激しいです、ね、経済成長理論が出たということだったんですけども、まあ短期、中期、長期というふうにきて、まあ、今年は何が出るんだろうということでありましたが今年が一番村瀬先生の中ではです、ねまあ、非常に標準的な問題 ISLN 分析 短期のしかも閉鎖経済で来たということでまあこれはですねびっくりした方の方が去年受験された方だったらもうみんなびっくりしたんじゃないかなっていうふうに思いますねまあ、つまり解きやすい問題ということですねでここはですねやっぱりうーんそうですね7、8割ちょっと解ければなというふうに思いますね7、8割は、えー、まあレックの答案練習会の方がずっと難しいかなというふうに思いますではちょっと見ていきますが24ページまあ、ここ、えー、括弧1番ですね7、8割ですね丸をちょっと つけておきます、えー、1番は24ページですけど78割になるのかなと。 えーそうえー、通常の IS 曲線、ですね、えー、これが右下がりになる理由ということですから、まあ、これはですね、えー、7割、八割と、えーでまあ、回答例はですね数式が与えられているので、数式を使ってですね IS 曲線右下がりというのを示しておりますけれども、えー、別に、あのー、4小限のグラフの方が慣れているという方は、それでも全然結構ですから、それでも全然構わないかなというふうに思います。で今度次ででで、ね、ですすすすねね番ここれれもも標準的な問題ですこれも丸です、ね、やっぱり7 8割 欲しいかなというふうに思いますえー、レックの答案練習会の方がずっと難しいかなというふうに思いますね。で、かっこの3番こちらはですね。実は点取り問題に見えてですね。これは三角なんですね。三角まず均衡予算上数というですね。お話まあ、ここでは均衡財政というふうに書いてますけど、まあ、レックのテキストなんかは均衡予算上数ということで、まあ、散々結構毎回やってたんですよね。で、例えば32ページえー、ごめんなさい。えー、っと。 4ページなんですけれども、均衡予算上数に関してはかなりやっております、例えば34ページのです、ね、ファイナル模試の3番なんかでも、この均衡予算上数やっておりますし、ズバリ的中の試験対策講座でも均衡予算上数やっておりますということで、均衡予算上数に関してはかなりやってたということで、均衡予算上数っていうのは通常、1。 ないしは正の値を取るということですから IS 曲線は実は右にシフトするんですね、まあ、あんまりものすごく大きくはシフトしませんけど均衡、えー、予算上数が1というふうに考えればないしは正というふうに考えれば右にシフトするということで、えー、財政政策の効果はあるというふうになるわけなんですよ。でえー、っと25ページちょっと見ていただければと思いますがで、ねえー、財政政策の効果はあるんですけどここがねちょっとね えー、うっかりしてるとやられちゃうんですよ村瀬先生が聞いてるのはここなんですね、えー、民間可処分所得の均衡地、ね、民間可処分所得の均衡地ちなみにですね括弧2番国民総生産の均衡地ですよ、ね、括弧の4番流動性の罠のケースですけども、えー、こちらも、えー、国民総生産の均衡地ですよ 括弧の3番だけがですね、えー、民間可処分所得の均衡地というところでありまして、ここがね、ちょっと、えー、気づけるかなというふうに思いますね、ここがちょっとね、えー、違う、ほ、あのー、のところと違うところでありまして、ですから、これ、国民総生産で考えると有効なんです。ですけども、ああのー、民間可処分所得の均衡地で考えると、実はですね、 えー、手取りの所得は減っちゃうということで、まあ、ここはちょっと難しいところです難しいところですからかけた方は実は本当に少数派かなとなかなかしかも気づきませんよね。 過去、えー、の2番で国民総生産が聞かれていて過去の4番でも国民総生産が聞かれていて過去の3番だけです、ね、民間可処分所得というところですからここは見落とした方多いと思うんですけど多くの方が多分気づいてないんで、まあ、ここでは実は三角形というふうにしましたけどあまり差がつかないのかなというふうに思いますね、まあ、詳しくはちょっと時間の関係上、えー、回答例を見ていただければと思いますけども、まあ、あの国民総生産が増えると有効であるというふうにやったとしてもです、ね、間違いではないと。 ある程度は点数取れるというふうに考えていただければと思いますね。で、えー、括弧の4番はもううちがずっと言ってきた流動性の罠貨幣中の利子弾力性が無限大のケースですからこちらは結構、まあ、31ページなんかでも、えー、ごめんなさい。えーっと 連公開模擬試験なんかで34ページ、35ページなんかでもかなりやってたところですからこちらはですね、ぜひともやっぱり7、8割は解けてほしいかなということで、まあ、この問題にはですね、まあ、6割5分そのぐらいはちょっと解けるといいかなというふうに思っております。ね。 まあ、以上がですね私の方から経済学とというこででありましたでは引き続きですね会計学の方もやらせていただきますが37ページですねちょっと見ていただければと思いますけども会計学ですね、資産の評価についてということでありましてどんな問題だったのかというとまず括弧の1番ですねこちらもですねちょっとどこができてほしかったかというのを申し上げてまいりますがまず、あですね。 えーあは「あ」はぜひともできてほしいですね、えー、付随費用という言葉です。で「いも」も、えー、取得原価、えー、こちらもできてほしいかなと、で「う」はこれできませんあ、ごめんなさい、画面が見えてなかったですけども、えー、と37七ページですね、「あ」「い」はできてほしいと、ね「う」はできないでしょうと、「う」は歴史的原価という言葉がありまして、まあ、昔の教科書なんかでは結構出てきたりするんですけども、まあ、ちょっとマニアックな言葉ですから。 うはこれ多くの方ができなかったかなということでありまして、うはいいです。でえそれからお えー、こちらはやっぱり、あのー、再調達原価、えー、それから賞味実現可能価格、えー、この辺はちょっとできてほしいということで「ウ以外、ねえー、はできてほしかったかなということでありまして、まあ、38ページの方にです、ね、予想配点として書いてありますけど、まあ、14点振られておりますが「えー、ウの、ね、歴,史的歴史的限界以外はです、ね、解いていただきたいかなと。 合格を考えるならば、ここでガチッと取っていただきたいかなというふうに思っております。で、今度は、かっの2番ですね、かっの2番は、おそらく、まあ、4割、3割、えー、ごめんなさい、36点ぐらい、まあ、拝点があるんじゃないかと思われておりますけれども、まあ、3分の1から半分できればです、ね、十分合格点かなと。まあ、この問題に関してはですね えーまあ、大体半分から6割取れれば、うん、合格ラインに乗るかなというふうに思いますけど、括弧の2番に関しては、まあ、予想配点が38ページに36点というふうに載っておりますが、まあ、大体3分の1から半分解ければいいかなというふうに思いますね。では、えーっとですね、こちちらも私ががょっと、えー、先ほど時間がな、えー ないのでもう先にマーカーを引いてしまいましたけれどもまずです、ね、括弧の2です、ね、問題をちょっと見て、えー、見させていただきますとです、ねえー、資産2つに大きく分けることができますねと取得原価で評価するタイプとそれから時価で評価するタイプこの2つに分けることができますねということでありまして39ページでマーカーを引きますけれども取得原価で評価するタイプというのは事業資産のタイプの資産ですね。 一方で、自家で評価するタイプの資産というのは金融資産であるということであります。ここをまずしっかりと指摘していただきたいかなと、そして事業資産というのは事業投資目的に、えー、で持っている資産ですね、事業投資目的で持っている資産で、もっと言えば、えー、第2大学の1行目後半です、事業活動を通してキャッシュフローを獲得するという目的で,です、ね、持っている資産、これを、えー、事業資産というふうに言うんですね。 で事業資産は取得原価で評価するということなんですけど、まあ、理由はです、ね、いろいろあるんでしょうけどここではですね2つ開けておりますまたということで2つ理由を書いておりますけどまず丸1番は適正な基幹損益計算を図るためということですね評価益、未実現利益なんかあの計上しちゃったらですね適切な基幹損益計算できませんから。 したがって取得減価で評価するっていうのが大切ですよね時価評価しちゃったらですね未実現の利益を計上しちゃう適正な期間損益計算できてないということになっちゃいますからだからこそ取得減価で評価するんだとこれが根拠の一つ目として挙げておりますね。でまたということで2つここでは上げてるんですけど制度改憲の特性持ってきますねまあ、いろんな根拠があっていいのかなっていうふうに思いますけどとりあえず模範回答ではですねこの2つを挙げております制度改憲の特性これ満たしますよということですね2つ根拠を挙げているとそして事業主 資産は取得減価で評価するわけなんですけども、ただしということで例外を挙げております。トレーディング目的の保有トレーディング目的で保有する棚卸資産ですね。金とか銀とかそういったものに関してはですね。金融投資なんでね、えー、売却益ね。それを目的で持っているものなんで金融投資なんでそんなものはですね。 見た目は事業資産かもしれないけど、時価で評価しましょうということで、あの例外ですね、ここも指摘するといいかなということであります。ですから、事業資産と金融資産がありますよと、事業資産は取得原価ですよとで、事業資産の説明をして、なぜ事業資産は取得原価で評価するのかと、まあ、ここでは根拠を2つ挙げてますけど、そして例外、トレーディング目的で保有する棚卸資産これは金融投資なんで、時価評価しますよと、まあ、その辺のところを挙げていただければです、ね、まあ、十分かなというふうに思いますね。 で一方ということで、その次なんですけれども、金融資産に関しては、まず定義ですね、ここしっかりと書いてほしいですね、現金預金、金銭債権、有価証券、そしてこの括弧の中はデリバティブ取引ですね、この3つが金融、ごめんなさい、この,、えーえー、このいうものが金融資産というふうに言われるものなんですけれども、金融資産っていうのは、多くのものが、ですね時価の値上がり益の獲得、金融投資が目的でありますよと。 で金融資産というのは、まあ、多くの場合市場が存在し時価を把握できるわけですから換金決済できるんで従って時価評価しましょうということですねだけども例えば金銭債券なんかは市場がありませんないことが多いです時価が分かりにくいですですから時価評価しませんと金銭債券は金融資産なんですけどもなかなか時価が分かりませんとですから時価評価しませんということですね。 時価が分かるものはだから逆に言えば金融資産だったら時価評価しましょうとでやっぱり例外があるんですただしということです時価が分かったとしてもです、ね、やっぱり保有目的に考えましょうと例えばということでこれが例外ですね、えー、金融資産ですよ子会社株式および関連会社株式というのは金融資産なんですけどもこれは事業投資目的で持っている株式なんですよ子会社株式っていうのは支配するためにその会社の株式を持ってます 関連会社株式というのは影響力を行使するためにその会社の株式を持っています、事業投資目的なんです。ですから、そんなものはです、ねえー、事業投資目的ですから、えーあの、自家評価するべきじゃないということで、取得減価評価するんだということで、金融資産なんだけども、自家評価しないよというその例外のものをきちんと示すとです、ねまあ、いい答案になるのかなということで、まあ、そんなところを変えていただくといいかなと思いますね。 では、えっと、それがです、ね、えーまあ、ここのあたりは43ページで、えー、必修論点総ざらいで,で,です、ねあの、一応扱ってたということでありまして、まあ、必修論点総ざらいで、取得減価主義。 それから自家主義ということでありまして、まあ、ここのお話が載ってましたので、まあ、そんなところから引っ張ってくるというのもありだったのかなということでありますけども、まあ、結構書きづらかったのかもしれませんが、まあ、穴埋め問題ねあの例年出ておりますからやっぱり穴埋め問題に強くなるという、まあ、つまり、まあ、インプットしていく際にも穴埋めを意識してですねインプットしていくということが、まあ、今後は必要になるのかなという,ふうに思いましたね。では、えっと 次いきますがあ40ページですね、問題の2というところでありますがあこちらはですね、えー こあの減損会計ですね、えー、減損会計ということで、まあ、6割5分から7割ぐらい、ねえー、かけるといいかなというところでありましてちょっとどこを解いてほしいのかというのをまず申し上げていきますが40ページのまず括弧の1番ですがあと、e、いはですねこれはかけなければ厳しいかなとあとい、e、ここはかけなければ厳しいかなというふうふに思いますね。ね であですね、割引前キャッシュフローですね、割引前将来キャッシュフローということで、割引前、前というところがポイントになるのかなと、それと帳簿価格を比較してということで、あとは入れていただいてと。で えー、うえおというふうにありますけどうえおすべて網羅するのは非常に難しいかなと、ね、うえおすべて網羅するのは非常に難しいかなというふうに思いますが、まあ、あといいができてそれからうえおのうちどれか一つできて、まあ、3つできると嬉しいなということですね、まあ、少なくともあいいです、ね、少なくともあいいできてほしいかなというところであります。 でえー、その次、ですね40ページのところにまた戻りますけども、括弧の2番ですね、えー、括弧の2番は、古典資産の減損会計に係る会計基準の設定に関する意見書で書かれてる有名な定義ですよね、まあ、これは毎回ですね、うん、レックの教科書なんかでも、減損扱うときには出てるということでありまして、まあ、ここはですね解いてほしいですね。 ここの2番の番ここは解けないとというふうに思いますね。でここにおそらく10点ぐらい配点がきますのでここを取っておかないとちょっと厳しくなるのかなというふうに思いますね。ですから、えっと、ここが丸ですね。で丸二、えー、番ですね。えー ② 番もこれは あの何かしら、ねえー、書けばあ資産の収益性の低下ということでしかも今回、ね、基準がここに書いてありますから、えー、この基準なんかもヒントになりますからねこの,准この基準なんかもです、ね、踏まえてです、ねえー、書いていただくということが可能かとも思いますので二番なんかもやっぱり、えーまあ、6割から8割、ねえー、これぐらい解いてほしいということであの丸をつけさせていただきました。でカッコの3番 減、えー、損処理は自家評価ではないと、その理由ということで、これもかけなきゃまずいですね。 括弧三番も書けなければまずいということで,で、えー、42ページに回答例があるかなというふうふに思いますけども括弧、えー、の四番です、ね、ちょっと見ていただければと思いますね画面ですね、えー、まずう、ここですよねまずあごめんなさ括弧の三番,、えーま、番はポイントとなるのは減損会計というのは取得減価基準の基準の下で行われる帳簿価格の臨時的な減額ということでもうこれは間違いなく。 時価価会計でではななくて取得原価基準なんですねそこのところをしっかりとですね、えー、当番に埋め込む必要があるのかなということですね。時価評価評ではないんだよということですね。でそもそも、時価評価っていうのはですね、まあ、例えば金融商品なんかに適用されますけど、えー、評価益が,がどれぐらいなのかっていうのを測定したりだとかですね決算日の資産価値がどれぐらいなのかっていうのを、えー、測定したりだとかっていうのが時価評価なんで。 あの全く性質が違うものなんですね、えー、そこのところ、えー、指摘していただければと思いますねで。最後、括弧の4番ですが、こちらはちょっと難しいです。 かつてこの手の類のですの、ね、問題が出てはいるんですけども講義なんかでは扱っておりませんからこの括弧の4番はちょっと難しいということで三角っていうことですねこの、えーまあ後で書いてお礼ちょっと見ていただければと思いますけど、まあ、何かしら書くというスタンスで臨んでいただきたいんですけども、まあ、何か書いてちょっとね、えー、点数をもぎ取るということになるのかと思いますけども括弧4番に関してはすべて解ききるというのは難しいと思いますけど、まあ、あ何か書いてればいいのかなと。 というふうに思いますね。で、えっと、最後ですね。 えー、44ページ、ちょっと見ていただければと思いますが、固定資産の減損会計ということで、えー、論文実践当連で扱いました、それから総ざらいで扱いましたということで、まあ、そこでですね減損の定義なんかもありますから、まあ、ここでしっかりと学んでいる方は、ですね、まあ、ちょっと今回、ですね問題の減損会計は結構できたのかなというふうに私は期待しておりますけれども、まあ、6割5分から7割ですねできていただければというふうな気持ちで、えー、我々考えております。 えー、まあ架け橋になってしまいましたけれどもですねまあどこまで解けばよかったのかとそれからどれだけ当たってたのかとこの二点をねちょっと私の方でお話しさせていただきましたがあ以上とさせていただきますそれではどうもお疲れ様でしたはい、えー、レクセン2コースの川原と言いますでは官邸理論について説明をしていきますじゃあお手元今度は官邸理論の方のレジュメを準備してください <laughs> はい、ではまずは論文の方からです、ね、ページめくっていただきまして1ページ目、えー、まずは論文問題の、ね、1問目から確認をしていきます <laughs>、はいえー、と問題1は2章地域の種別と3章地域要因の関連を問う問題ということになってきますで、証文ごと見ていきますと小問の1はズバリ地域の種別要はこれ 基準を引用して、地域の種別の分類を淡々と述べるということです。まず大きな分類として、宅地地域、農地地域、臨地地域、さらに宅地地域が商業住宅地域、商業地域、工業地域、さらには転換移行される地域とありますね、こういった地域の種別をです、ね、基準を引用して、淡々と述べていくです、ね、そういった題です。 プラス、加点としましては、まあ、地域の種別、理論的根拠としましては下、えーと、合格の指針とというところを見ていただきまして第2段落1行目、まあ、不動産の地域性ですね、これ、地域の種別を分類する理論的根拠になってきますので、えー、加点としましてはこういった、ね、不動産の地域性、触れてほしかったということですさらには、えー、と最終2行ですね、えー、と指針のところ、最終2行、直書き。 えー、種別の分類と他の章との関連が問われた場合には種別を分類することが鑑定評価の精度を高めるとの指摘をしますと深い理解をアピールできるということです、まあ、該当する留意事項がありますので回答例を見ていきますと2ページ進んでください。 はい回答例見ていただきまして、こう上から淡々とねもう基準を引用していきます、えー、不動産の種類、で不動産の種別、で地域の種別、で淡々と宅地地域、農地地域、臨時期、転換移行したる地、述べた上でえで、縦んのところを見てください、これ、加点自由ですね、不動産は他の不動産ともに、用途的に同質性を有する一定の地域、用途的地域を構成して、これに属することにより、その有用性を発揮するものだ、不動産の地域性ということになってきます。 まあ一生の不動産の地域性をコンパクトに述べた論とということです不動産は似たような使われ方をしている不動産同士が集まってです、ね、一定の地域を構成しますでこの地域の特性の影響を受けて不動産の価格というのは決まってきますのでなので続きの文章 したがって不動産の鑑定評価にあたっては地域の種別を的確に分類し地域の種別ごとの市場参加者の観点から分析、を行うことが必要、重要なんだということですですなわちという形で受けてこれ留意事項です。 地域の種別の分類は不動産の鑑定評価における地域分析、個別分析、処方の適用等の各手順を通じて重要な事項となっておりこれらを的確に分類、整理、細分化することが鑑定評価の精密さを一段と高めることになるんだということですこの留意事項はまあ消耗1じゃなくてもいいのでやっぱりどこかしらでやっぱり種別の問題が出た場合には示してほしかった留意事項ということになってきますでまた問題文戻っていただきまして1ページ目 小物にはもう端的に高度商業地域の定義を、まあ、事項を引用して述べていくということになってきます。えー、定義としましてあの、細分類もですね、細分類、えーと、店舗メインの一般、事務所メインの、えー、業務で、店舗と事務所が複合している複合ですね、この細分類についても示す、この細分類を示すことが小物3につながってきます。小物3は えっと商業地域特有の地域要因のうちこの高度商業地域において特に重要視される、まあ、地域要因を挙げなさいとそういった問題ということになってきますで、えーまあ、2つ挙げてなぜその2つが重要なのか、まあ、理由を簡潔に述べる必要があるんですが上げるべき地域要因としましては、えー、商業地域特有の地域要因としましては基準上10個,です、ね、10個例示されています。 そのうち、まあ、挙げてほしかったのが、えっと、その合格の答案の指針のところでは第2段落の2行目から見てください高度商業地域の定義をヒントに、えー、重要視される地域要因としては 商業施設また業務施設の種類規模集積度等の状態及び商業配合職顧客の一両を挙げて簡潔に説明することがポイントになります挙げるべき地域要因としては担当本試験でもお伝えされたことがあるこの2つを挙げることがこれ試験委員の意図に即したものと言えると思います えと他の要因でも、まあ、しっかり理由を書いていれば、ねえー、間違いじゃないと思うんですけど、やっぱ試験委員はこの2つを挙げてほしいと意図していたと思います。これあの平成30年度の担当の本試験でもこの2つが、ね、問題に出されています。なので試験委員としては10個のうちこの2つの地域要因を挙げてほしかった。これがこの後の説明でこう簡潔に説明することにつながっていきます。定義がヒントになります、えー、と回答用紙3ページ 一番縦3のところを見てください、解答3ページ、縦3、では縦3の代理団体から見てください、高度商業地域は、えー、と比較的大規模な中高層の店舗、事務所等が高密度に集積している地域であり、主とするものが店舗、商業施設か事務所、業務施設かによって再分類されるため商業施設、業務施設の種類、規模、集積度等の状態は重要視されるべき地域要因となってくるんだということです。 これ定義を単純に分かっていれば簡潔に理由をあなたは説明できるでしょということです高度商業地域というのはまず大規模ですね大規模な店舗事務所等々が高密度に集まっていますでしかも主とするものが店舗商業施設なのか事務所業務施設かによって再分類されますなので商業施設業務施設の種類店舗メインなのか事務所メインなのかさらには規模ですよね大規模であることが必要です さらには集積度、ね、高密度に集積しています。この定義をしっかりと示せば、ちゃんと、ね、簡潔な理由になってきます。でもう一つ、最終任行をまたがき。また、広域的証券を有する高度商業地域においては、収益性を左右する商業配合中、顧客の質量が重要視されるべき地域要因となります。この定義ですよね。広域的証券を有している。証券というのは、お客さんが入るエリア。 まあ言い方を変えれば商業配合地ということですなので収益性を左右する商業配合地のまあ広さ等々が重要視されるべき地域要因なんだということになってきます、えー、と試験員としてはこの2つを挙げてまあ簡潔に定義をヒントに まあ理由を簡単とと述べてほしかっっったたたそういった題だったと思いだ思ますもちろんねさっき言った通り他の要因でもしっかり理由を書いていれば間違いじゃないんですけど、まあ、試験員の意図としてはこの2つだったのでこれ挙げられるとまあ、ねえー、ベターな回答だったで、えー、一応、えー、レックですと必修論点総ざらい講座でこの2つを、ねえー、一応、ね、出しておきましたんで、えー、一応しっかり復習していればこの2つを、ね、端的に挙げて説明することができたんじゃないかなと思っております。 で一応回答の、ね、合格ラインなんですけど、えー、とこの23ページの回答例なんですけどこれでも私は分量としては多いかなと思っているぐらいですなので、まあ、この回答例の7割ぐらいをかければあの十分に本番で、ね、あの合格ラインクリアできると思います大体7割ぐらいの回答を書いてほしかったということになってきますでは続いて問題に4ページ進んでください はい、で問題には、じゃあ下の合格答案の指針のところを見ていただきまして、はい、指針のところ、本文は総論大六章地域分析にあたって特に重要な地域について、定義等の基礎的な知識を素直に問う問題となります、で基準の引用で対応できる問題であり、穴になりがちな工業地の同一受給権の判定等について、網羅的な学習ができていたか否かが試される問題と言えるんだということになってきます。 まあ、大把握は簡単ですよね。上の問題文に戻っていただきまして、証、え、文、ー、の位置はズバリこの近隣地域、類似地域、同一受給権のそれぞれ、まあ、定義を述べなさいとなっていますよね、えーと。これね、定義以外を書かせたい場合には、これね、例えば近隣地域について説明しなさいという問題文になっていると思います。わざわざなぜ定義について述べなさい、こういった問題文になっているかというと、ズバリ 基準を引用して定義だけを書けば十分なんですよそういった題です。説明させたいならばわざわざこんな問題文にはしません。だからもう、ね、基準を引用して定義を書けば十分だということです。そういった題で,すで踏まえて、3の後半同一受給権と近隣地域、類似地域との関係ですよね。これも,もう難しく考えすぎないということです。ズバリ聞かれているのはこの基準です。えー、と5ページ回答例見てください。 でえー、っと下ですね、慣、え、用、ー、数字の3の、えー、っと消耗1、丸三の縦2のところを見てくださいで、えーっと。この縦2のところ、初めの2行ですよね。同一受給権は近隣地域を含んでより公益的であり、近隣地域と相関関係のある類似地域との損する範囲を規定するもの、この2行でいいです。 単純とこの2行を試験委員は聞いてるということです、えー近隣、同一受給権と近隣地域、類似地域との関係というのは、ズバリ定義の後のこの2行の基準を書いてほしかったというのが、これね、試験委員のね、題だったと思います、一応、模範解答例なんで、そのっ、ねえー、とそのためという形で、えー、近隣地域と同一受給権内の類似地域の代替性を示してるんですけど、まあ、単純に言うと、この2行さえ書ければ十分ですね、回答としては十分だったということになってきます。 であとは、証文の2ですよね、また問題文、戻っていただきまして、えー、っと証文の2は、えーっと、商業地、工業地、建物部、その敷地の同一受給権の判定ですね、でここも、証文2の問題文ですね、特に留意すべき基本的な事項を答えなさいとなってますよね、これ、それぞれの同一受給権の判定、基準が示されている、導入文の基準の文言です。 これ基準の文言そのものです、それぞれの同一受給権の判定が示されている基準のこれ導入文、特に留意すべき基本的事項で文言が使われています、なんでこの問題もずばり基準を引用して、それぞれ同一受給権の判定を示せば十分なんだって題です。 えー、商業地ですと、えー、高度商業地と普通商業地に分けてで工業地ですと、えー、大工場地と中小工場地に分けてで建物及びその式ですと文書構造が原則例外論になってますねでこれらを、ね、基準を引用して淡々と述べれば十分な問題だったということになってきますで、えー、っと合格とはの指針のところ戻っていただきまして。 第3段落これ基礎等連レベルの問題であり取りこぼしの許されない問題といえます5ページから6ページの回答例見ていただくともう基準の引用だけでこれ成り立っている回答になってますよねなのでさすがにこの問題はそうです、ね、9割ぐらいは書けないとなかなか、ね、合格答案クリアとは言えないと思いますほぼ、ね、基準で対応できてますので9割ぐらいは回答仕方したそういった回答問題ということになってきます。で1点だけ 指針のところの最終産業、なお書きのところを見てください。なお、記述量が少なくても、題に即していれば、しっかりと点数がつきます、定義を述べなさい、基本的な事項を答えなさい、との指示を無視して、答案スペースを無理に埋めるような回答は作成すべきではないということです。いまだに書けば書くほど点数がもらえる、そういった名刺を信じて書いちゃう人いるんですけど、そういう時代じゃないですよ、本当に。 基礎を重視した問題になってますので、ズバりこの問題も淡々と基準を引用して、基礎的なすっきりとした答案を書いてくださいということです、それがこの問題の題ということになってきます。はい、では問題3ですね、7ページ進んでください。問題3は、総論大なる省、取引事例確保の全般的な知識等問題ということになってきます。 で証文ごとを見ていきますと、証文の1はズバリ取引事例加工、定義と有効性ですよね、特に有効性、有効性問われた場合には、理論的根拠と有効でない場合を説明して、深い理解をアピールしてくださいと講義でも説明しました。なので、回答としましては、8ページ、回答例見ていただいて、はい、証文の1の縦2のところあ、縦3のところです、ね。縦3のところ見ていただいて。 取引事例確保は代替の原則を理論,的根拠とし理論的根拠として市場において発生した対象動産と代替性を有する取引事例を価格安定の基礎として基準確保を求める手法であるそのためという形でこの基準の有効性の文言で加えて次のならしかし,し,かし文化財に指定された建造物宗教建築物または公共公益施設等の一般的に市場を推しない不動産 農地地域など取引事例が極端に少ない地域に損する不動産、適切に4位以を行える取引事例の収集が困難な複合不動産については、取引事例確保適用が困難なんだということで、ぜひ、まあ、ここまで書けなくてもいいので、一言でも構わないので、有効でない場合も説明して、こう深い理解をアピールしてほしかったということになってきます。で続いて、小問の2ですね、7ページ戻ってください。 小物、えー、には、えー、多数の取引事例収集する必要性ですね、過去の本試験でも聞かれている典型論点ということになってきます。で、えー、特にポイントなのは、では回答例8ページ、えー、と縦一があ、第一段落がこれね、えー、多数の取引事例を収集すべき、形式的な理由、基準の文言なんですけど、特に回答しかったのが、この第二段落ですね、留意事項を引用してこう、実質的な理由です。第二段落 豊富に収集された取引事例の分析検討は、個別の取引に内在する特殊な事情を排除し、時点修正率を悪し、および区画形成要因の対象動産の価格への影響の程度を知る上で、書くことのできないものである。すなわち、事情性の必要性の程度の判定にあたっては、多数の取引事例と総合的に比較対象の上、検討されるべきものであり、また、時点修正率は、価格時点以前に発生した多数の取引事例について、時系列の分析を行い求めるべきであり、さらに、豊富に収集された取引事例か取引額と、それに反映されている地域要因個別的要因との 増関係分析検討することに不確定性要因の対象動産の価格への影響の程度、知りうるんだということです。要は、多数の取引事例を収集することで、データ化することによって、ね、統計を取ることによって、その後の事情性、自転修正、要因比較に役立てることができるんだということですね、これが実質的な理由です、この実質的な理由までも、留意事項を引用して、しっかりと述べてほしかったというのが、この小問2の題ということになってきます。 小門の3ですね、7ページ問題文、戻ってください。正門3、配分法ですね、丸一が意義、えー、何か、あとは有効性、で踏まえて丸二がらちの鑑定強化で適用する際の留意点が聞かれています。で、回答としましては、9ページ回答例、まあ、意義はもうズバリね、長々としたこの基準の定義をね、しっかりと書けるかどうかということです。 で有効性としましては縦2のところを見てください配分法は複合不動産の取引額総額と対象動産と同類型の不動産以外の分の価格いわゆる控除法の場合または各構成分の価格の割合が判明している場合いわゆる割合法の場合に有効な方法でありでこの後ですよねぜひ、えー、丸2につなげる形で更地、建て付け地、借地権建物の鑑定評価で適用することができるんだということですね。 適用できる類型を示していただくと、こう丸2のさらちの評価に繋がってくるということになってきます。で、さらちの評価で適用する際に留意すべきこととしましては、下に移っていただきまして、えー、っとまあ、長々と書いてるんですけど、ポイントはこの縦2のところの産業ですね。縦2さらちの鑑定評価の配分法を適用する場合には、さらちは常に最優交種が可能であることに鑑み、敷地が最有交渉の状態にある。 建物、及びその敷地、地、まあ、立てまたは貸し屋敷の取引地で採用すべきなんだということです。これ、格論一章の基準の文言ですね、しっかりと引用する、この産業さえしっかり書いていれば、あとは、ね、ちょこちょこっと前後書いていただければ、十分に点数が乗ってくる、そういった論点ということになってきます。で、えー、っとまた指針のところ、7ページ戻っていただきまして、合格等の指針のところ。 では2行目から見てください、基準留意事項の単なる引用では対応できない問題であり、第二即した論理的かつ丁寧な論争ができたか否かがポイントとなります。まあ、ゆえになんですけど、続き、論文4本の中で一番点差が開きやすい問題であったと考えられます。 ただってことですね、その後ファイナル模試や必修論点総ざらいにおいて、類似問題扱っているので、レッの受講生ならば、十分な回答が作成できたんではないかなと思っております。なので、この模範解答例のそうです、ね、やっぱり7割ぐらいは頑張って回答しかった、まあ、そういった問題ということになってきます。では、最後の論文問題ですね、えーっと、10ページ開いてください。 はいえー、じゃあやっぱり指針の方ですね合格等の指針の初めのね行を見てください。本問は各論題一まくたての鑑定評価について基礎的な知識をベースに原価法における平成26年改正の知識をも問う問題ということになってきます。 えと去年、おととしまであの改正論点4問中2問出されていましたね、今年も改正分野危ないという形で皆さん準備していたと思いますで、残りの改正分野で一番危ないと言われているのが原価法でしたので、原価法にかかるこの改正論点は皆さん、ね、これしっかり書けたと思います。で一応、証文ごと見ていきますと、問題文を見ていただいて、証文の1位は、専有部分、需要の場合の鑑定評価の求め方、まあ、基準運用して淡々と述べる。 で後半は、くたての積算価格の求め方、やはり基準を引用して淡々と述べる。で、小物2、えー、専有分が、えー、賃貸されている場合の収益価格、標準とする理由ですよね、えーっと。どういったことを書けばよかったかというと、11ページ回答例。はい、では、小物2の縦2の第2段落見てください。小物2、えー、縦2の第2段落。 えー、区分所有建物及びその敷地で当該専用分が賃貸されているものの価格は貸し屋敷と同様に実際、実質賃料をもつく賃料徴収権を中心として形成されると考えるので実際、実質賃料をもつく収益価格標準とするものとされています、えー、賃料徴収権を中心に形成されるな、まあこういったキーワードですよねまあ、需要者は賃料を重視するなど、ね、そういったキーワードを示せればこれ十分に点数がついてくるそういった論点ということになってきます。 でまた問題文10ページ戻っていただきまして、証えー、っと固有の個別適用のうち、敷地に関する権利の対応の説明ですね、まあ、一番書きづらかったと思うんですけど、まあ、簡潔にと書かれているものに一言頑張って、じゃあ12ページ解答例、はい、一番上、縦にのところを見てください。はい、一番上縦に 敷地に関する権利の対応は敷地にかかる要因の1つであり、拠点所有者が敷地の上に占有部分を所有するために必要な敷地に関する権利の対応に通常所有権、借地権、地上権、賃借権等からここはもうこれ、ね、所有権のみならず借地権も考えられるんだって一言を示せれば十分守りの答案になります。これでね、占有分を所有するための権利だとかね、まあ、かければいいんですけど、ここは一言。 敷地。利用権ですね。敷地に関する権利の対応としては所有権のみならず。まあ建物所有目的のね。地上権、賃借権、借地権も考えられるんだとことを示せれば、これ十分に守りの答案になってきます。これがこの後の証文の四の方にもね、この借地権上げたことがつながってきます。で、証文の四ですね。十ページ戻っていただきまして。証文の四は、えっ、ー、とね。全体。 1等の区分所有建物のその敷地の再調達原価に関する問題で丸1が再調達原価の査定の仕方で丸2が開催論点開発リスク相当額の説明でこの開発リスク相当額の説明はもうズバリ留項を引用すればことたりますでこの丸1の方ですね全体の1等の建物よその敷地の再調達原価の求め方としましては,では回答例ですね12ページ開いていただいて 消耗、はいえー、4の1ですねで、縦2から見てください、縦2。1棟の区分所有建物、その敷地の再調達原価まず土地の再調達原価で、または借地権の価格ですね、借地権の価格に発注者が直接負担すべき通常の負担費を加算した額を求め、この額に建物の再調達原価を加算して求めるものとする、まずは全体の構造を説明した上で、でここでちゃんとね、借地権についても忘れずに示すということです。示した上で第2弾なく 土地の再調達原価はその素材となる土地の標準的な取得原価に当該土地の標準的な造成費と発注者が直接負担すべき通常の負担費用と加算して求め,ること求めることが原則であるがこのあと。 最長脱原価把握できない規制市街地における土地になっては、取引事例確保、収益還元法によって求めた更地確認、発注者、直接負担すべき通常の負担表加算差額を持って、土地の最長脱原価とすることができます。この規制市街地に損する場合の代替策をしっかりと示すことが、これポイントになってきます。あとは上物、建物、最長脱原価の求め方をね、示してあります。はい。で、この問題四については、え、十ページ。 えー、合格答案の指針のところを見ていただきまして、では第2段落改正論点も含め、大半の論点が基準留意事項の引用で対応できるものであり、収益価格を標準とする理由と敷地に関する権利の対応についても、キーワードを中心とした簡潔な論争で対応できるため、多くの受験生がしっかりとした回答を作成できたと考えられます。 そうですね、やっぱりこの問題も模範解答例のまあ7割ぐらいはやっぱり書いてほしかったそういった問題ということになってきますで1点だけ注意点があるんですけど、えー、指針の最終2行を見てくださいいずれの論点も簡潔にとの指示がなされていることから余事記載で論証の流れを悪くしないことがこれ要注意ということになってきますもうお気づきだと思うんですけどすべての問いに簡潔にとて言葉が書いていますこれは、ね、かなり意図があります これ私の想定なんですけどこの問題4を作った試験員は多分去年も試験員だったと思いますで採点をしてあまりにも余事記載が多いので採点大変なんですなのでもう、ね、本当に余計なことを書かないでくださいねって意図のもとで全部の問いに簡潔にと言葉を入れてるんだと思いますなので、えー、と私は採点の時に余事記載については減点はしていないんですけどただこの試験員ならば 四字記載の場合は、これ減点する可能性があると思います。それぐらい、これ意図があります。全部に簡潔に書いてますんで。なので、今本当に。余計なことを書かない答案、すっきりとした答案が。やっぱり。いい評価をもらえる答案ですので。この、この問題についてもですね。問われていることに淡々と答える、そういった答案が。やっぱり、ね、今の基礎を重視する。本試験で求められている答案なんだということになってきます。で、そうかしますと、論文問題四問というのは。 えもうね、基礎を重視するって最近の,この鑑定試験の中でも特に鑑定理論がその表れが顕著なわけですよねだからもう、ね、ある程度のレベルの、ね、受験生ならばこの鑑定理論の論文4問はもうほとんど差がつかない、ね、そういった問題になっています本当により基礎を重視したほとんど差がつかないような、まあ、細かいミスの積み重ねがある程度差になるような、まあ、そういった問題が論文問題4問だったということになってきます。 では一方、演習問題ですね。では、えっと、演習ページの22ページ開いてください,、はい。演習のページの22ページを開いてください。はい、では合格答案の指針と書かれていると、そちらを見てください。では本編 試験問題の見直しが実施された4年目の演習問題は原価報酬へ還元法、まあ、直接還元法を適用させるオーソドックスな貸し屋式の鑑定強化の問題が出題されていますくたてとか、えー、と大規模各地でね開発を適用するさら地が出るなんてよく予想してたんですけど出た問題はオーソドックスな貸し屋式の問題が出されましたで次の段落 地下指数を査定させる点や大半の項目立てを自ら行う必要がある点で休憩式の問題に戻ってしまっている感があります、えー、と国交省が公表しているサンプル問題というのがありますよねサンプル問題はあれは休憩式の平成二十五年度の本試験問題を新しい形式にして国交省がサンプル問題として発表しているわけなんですねで このの本試験の問題今年の本試験の問題はこの国交省が、ね、公表しているサンプル問題をもともとの先祖の平成25年の本試験問題的に戻しているようなこう先祖返りさせているようなそういった問題なんですよね。これ果たして今の傾向に合っているのかというのは疑問なんですけどこれ戻しちゃっているんです、そういった形式の問題です。ただってこといこでですただ、えー、4行目内容自体はは難しいものではなく えと記述部分も定型的な処理で対応できましたよねで、かつ指示事項も昨年度から比較すると分かりやすいものとなっているため、演習対策をしっかりと行ってきた受験生ならば、最後まで処理することが十分に可能だった問題といえます、まずこれ、最低限合格するためには、やっぱり演習については、最後まで処理する、書ききるというのが、まず、ね、こう最低ラインとしては必要だったと思いますで。それぞれの手法ごとに見ていきますと、まずは原価法ですね。 原価法に関しては取引事例2について評点を査定した上で限定価格に関する事情補正率を査定する点がポイントといえます、えー、処理がこうハイブリッドになっていますよね、まあ、ただそれだけであって続きの文書、えー、面積割合で過重平均して評点を査定する処理だったり総額費による方法に基づく限定価格の処理については的中当連や公開モス等で扱っているためあぜずに対応できたはずであると、ね、言い切りたいと思います えとね、冷静に対応できればなんとか、個別の処理自体は、ね、それほど難しくないので、なんとか対応できたんではないかなということです。で続いて、収益還元法です。収益還元法、直接還元法に関しては、空室部分の賃料について、賃貸事例確保を提供し求めた月額実質賃料から一時金の運用益、消却額を控除して査定する点が応用的な処理といえます。これ、求見式の本試験問題でよく出されていた処理です。 えとね、賃貸事例比較を適用して一旦月額実質賃料を求めてで月額支払い賃料 A と置いて方程式を転換していくことによって月額の支払い賃料を求めていくそういった問題ですで続けましょうこの処理についても適中等連等々で扱っており賃貸事例をと空意部分で敷金の月数が異なる点を見落とさなければこれがちょっと引っかけですよね普通は事例と対象動産の、えー、ね 一時期のの条件と同じのが通常なんですねだから同じ実践係数とかを使って効率的に処理できるんですけどこの問題は、えー、と事例が確か2ヶ月で対象不動産の空室が1ヶ月でしたねここはちょっと引っかけ的な問題でしたただそこさえ気づければ、ね、気づければ正しく処理できたはずと期待したいということになってきますで次の段 収益関係法直接還元法については処理項目が多いため何かしらのケアリスミスはやむを得ないと思いますやっぱりねすべての項目を自分で立っていかなきゃならないので何かしらケアリスミスはやむを得ないと思いますただそのミスを結論の収益額が大きくずれない程度にとどめておけば部分点が十分にもらえるということです 去年の本試験も、演習はかなりの部分点がもらえました。だから、途中途中の計算が間違っていたも、全体の流れが合っていれば、かなりの部分点がもらえるのが、最近の演習の祭典です。なので、ってことです。最初2行、合格者レベルでは大きな点差が開かない問題といえ、合格推定点は7割程度が、今年の演習問題のある程度のラインということになってきます。これかなり部分点もらえるということを踏まえた7割ということになってきます。 でえー、と去年もそうなんですけど最近の本試験は鑑定理論はあまりも差はつかないですだからまあ合否を分けるのは今あの教養です、強要教養の何かしらが結構今、ね、合否を分けるので鑑定理論をある程度のレベルまで持っていった後はあとはもう教養についてやっぱり、ね、何かしら苦手が残るのでそれを、ね、やっぱり苦手じゃないようにしていくというのがやっぱり、ね、鑑定試験合格するためのポイントということになってきます。 はい、で踏まえてということなんですけど、えー、と実力のある方ほどやっぱりこう自己採点が厳しいので今、自分のミスばっかりこう、ね、気になると思いますでそれは実力が高いからですでも合格ラインは思っている以上に高くはないです高くはないのでこれいざ受かった後に慌てないようにやっぱ次のことを考えておくべきですつまり皆さん鑑定士になるためには次実務収集を受ける必要がありますで多くの方が鑑定事務所等々に就職・転職をしてそこで実務収集を積むというのが普通です。 で今鑑定業界人手不足なので、えーとね、転職就職状況も超売り手市場ではあります。ただそれぞれの事務所は採用枠があります。 で今、大手の事務所とかは9月の頭ぐらいとかに合格を条件に内定を出すような、まあ、そういった動きが普通ですので、えー、と合格を待って就職転職活動するというのは遅いんですね。ね遅いんですなのでお盆の時期にやっぱ情報を仕入れて例えば日本不動産鑑定士協会連合会とホームページがあるんですけどそこにいっぱい今求人情報が出ていますあとは実務収集の受け入れ機関の一覧なんかも出ていますのでそういったところで情報収集していただいて。で、えー、とね お盆中にしっかりと履歴書とかを作ってお盆からも、ね、早く就職転職活動を、ね、動き出すというのが今のトレンドですのでぜひです、ね、あの就職活動を、ね、早,早めに動くようにしてください、はい、では以上をもちまして2019論文本式におけるガイダンスを終了いたします。お疲れ様でした